はい、こんにちは、116インズです。さて、今回はカージナルスを支えるベテラン投手について話していきますが、アダム・ウェインライトが来季も現役を続行することを表明しました。ウェインライトといえば MLB デビュー以降カージナルス一筋でずっと活躍してきた右のピッチャーですよね。2006年カージナルスが世界一となった際に、まだ MLB に本格的に定着して1年目ながらプレーオフでクローザーとして大活躍したのが未だに強烈に記憶に残っていますが、そんなウェインライトも先日40歳の誕生日を迎え、いつまで現役生活を続けるのか注目されていたところではありましたが、来季も彼のピッチングを見ることができると。ウェインライトは現役を続けるにあたって彼の家族に相談、現役を続けるか否か家族内で投票を行ったそうなんですけれども、全員が現役続行に投票したそうですね。ウェインライトが来年も野球選手としてプレーする代わりに、彼が引退する日が来た際には犬を飼うことを約束したという、なんとも微笑ましいエピソードも取り上げられていましたね。先日、名捕手のヤディア・モリーナがウェインライト同様に来季も現役続行を表明し、カージナルスと契約を結んだことが発表されていましたが、ウェインライトの方はまだ契約自体正式に発表こそされてはいないものの、 99.9% 来季もカージナルスでプレーすることになるでしょう。ウェインライトはただの功労者ではなく、普通に今エースクラスの活躍を見せていますので、カージナルスとしても彼が現役続行を決めてくれたのは大きかったでしょうね。今季は28試合に先発し15勝、防御率 2.98、イニング数も184回3分の1と、いや本当に40歳になった選手の成績かよと疑うような成績を残していますが、ウィンザボビープレイスメントも 3.5 と、こちらもカージナルス投手陣の中で実はトップ、しかもぶっちぎりでトップですので、ある意味カージナルス投手陣の台所事情も表している気はしますが、ウェインライトが今季いなかったら一体チームどうなっていたことやら、彼が来季もカージナルスにいるかいないかで戦力面でも大きく話は変わってくるでしょうから、ウェインライトの今回の発表はチームにとっても朗報と言えるでしょう。正直今季のウェインライトに関しては40歳でこの成績というのもすごいんですが、それを差し引いてもリーグトップクラスの活躍を見せていますよね。勝利数、イニング数はともにリーグ2位、WHIP はリーグ7位、そして先発投手の平均イニング数がどんどん短くなっている現代においてリーグトップの三冠王、サイヤング賞筆頭候補という感じではないものの、間違いなく票は入るでしょうし、トップ10入り、あるいは場合によってはトップ5入りも全然ありそうです。カージナルスの公式ツイッターもこちらのツイートの通り、ウェインライトが今季のサイヤング賞候補として名前が上がるべきと考える人はリツイートしてと呼びかけていましたが、こういうツイートしたくなる気持ちはよくわかりますし、私自身今季のウェインライトであれば、サイヤング賞候補と呼ぶに十分ふさわしい成績を残していると思っています。ということで40歳にして大活躍しているウェインライトですが、ただウェインライトもこの年になるまでずっとこんな感じで活躍していたかと言われればそうではなく、特に30代中盤から後半は結構苦しい時期の方が多かった印象です。2015年にアキレス腱断裂の大怪我を負って、この年を棒に振ると、その後も肘の怪我などいろいろと怪我に苦しめられまして、2016年から2019年の4年間での防御率は 4.58。ものすごくひどいとまでは言えないですが、彼の全盛期を考えたらさすがにちょっと衰えたかなと感じてしまうような成績ではありました。またウェインライトにとって逆風だったのが、球界全体の球速の高速化、さらに打者の対応の変化ですよね。彼はもともと剛速球で打者をねじ伏せるようなタイプの投手ではなく、実際速球系の平均球速も90マイルくらいとボールが速いタイプの選手では全然ないわけですし、ツーシームなども活かしてバットの芯を外すようなピッチングをする選手ですが、そういったあまり速くはない彼のボールはフライボール革命の格好の餌食となってしまった印象もまたあります。こういったことも考えますと、今こうして彼が成績を戻したのは全く予想外のことなわけですが、ではウェインライトにどのような変化があったのでしょうか。ウェインライトは昨年も結構好成績を残したんですけれども、2018年頃から彼の決め球であるカーブの割合を大幅に増やしたことがまず特徴として挙げられますよね。近年はどのピッチャーもいろんなボールをまんべんなく使うというよりは、速球変化球問わず決め球となるボールを軸に使っていく傾向にあると思っていますが、ウェインライトもその傾向に漏れずカーブの割合を増やしたというところでしょうか。ただそんな彼の決め球カーブですが、今季は昨年と比べてその割合が実は減少しているんですね。それは一体なぜか。これはカーブ以上に効果のあるボールが出てきたんですね。それがしかも以前は成績が悪化していた彼のツーシーム、シンカーなんですね。こちら球種別、シーズン別の WOBA の推移ですが、シンカーが2019年以降見事に右肩下がりで、今季はついにカーブよりもシンカーの方が WOBA が低い、打者を抑える上で有効なボールとなっています。ウェインライトのシンカーは別に球速が速くなったわけでも、強い打球を減らすようになったわけでもないんですが、それでも結果が出ていると。この年齢で、しかも平均球速が80マイル台のシンカーで結果が急に出始めたのはなかなか不思議な話ですよね。
じゃあ何が起きたかという話なんですが、まず一つにサードにノーラン・アレナドが入ったのが結構大きかったんじゃないでしょうか。今季のウェインライトのシンカーのゴロ率は 49.6% と、彼のキャリアの平均とそこまで大きく変わるものではないですが、こちらの図の通りウェインライトはシンカーを打たせた際に三遊間とセカンド付近に最も飛びやすいようです。もっと細かく見れば右打者には三遊間に、左打者にはセカンド方向へ打たせる傾向にあるようですね。ゴロを打たせる以上、内野手の守備力もウェインライトの成績に直結してくるわけですが、ここに MLB 屈指のサード守備を誇るアレナドが加わったのは、ウェインライトの成績改善の上でも大きかったんでしょうね。昨年まではマット・カーペンターがサードを守る機会がそれなりに多かったわけですが、カーペンターはお世辞にもサードの守備が良いとは言いませんし、これがアレナドに変わったのは想像以上にプラスだったのかもしれません。実際チームのサードの UZR で見ても、昨年は MLB 全体で21位だったカージナルスですが、アレナドが加入した今季は8位、守備の改善がウェインライトの成績改善にも寄与したことでしょう。でこれ以外の要素として、見逃しでのストライクを今まで以上に奪えるようになったというのもありそうです。今季のウェインライトはシンカーで見逃しのストライクが 30.1%、 参考までに昨年は 25.4%、 2019年は 23.5% でしたので、結構上がっているんですよね。このシンカーで見逃しをかなり奪えていることもあってか、投球全体に占める見逃しストライクと空振りの割合、 CSW とも言いますが、これが 31% ありまして、今季150回以上投げた投手の中では MLB 12位の好成績だそうです。近年は空振りを奪えるピッチャーがやはり目立つ傾向にありますが、打者にコンタクトさせずにストライクを奪った点では、見逃しでも空振りでも結果としては同じではありますからね。もっとも空振りを奪えるようになるより、ウェインライトのように見逃しのストライクを増やす方がピンポイントのコントロールが求められるため、はるかに難しいわけなんですけれども、それを可能にするくらいのコマンドを持っているのが今のウェインライトという投手なのでしょう。というかウェインライトが見逃しでストライクを奪ったゾーンがすごい。左バッター、右バッターともにバッターの外角コーナーいっぱいのところでかなりストライクを奪っていますが、特に右打者に対するゾーンがえぐいですね。高低左右ともに本当にストライクゾーンいっぱいのところで、しかもツーシームなので、バックドア、ボールゾーンからストライクいっぱいのところに変化させているわけですので、これはウェインライトじゃないとできないゲートな気がします。キャッチャーのモリーナのフレーミングもきっとストライクをもぎ取るのに一役買っていると思いますが、昨今高めのゾーンに速球をどんどん投げ込んで空振りを奪うスタイルが主流な中で、オーソドックスな外角低めいっぱいのところを攻めて、それでいてちゃんと結果を残しているというのがまたいいんですよね。見逃しの増加はカウント管理の面でもウェインライトにプラスになっているのかなと思っています。こちら今季のウェインライトのカウント状況別の成績となりますが、打席の割合からして投手有利なカウントが一番高くなっているのがわかるかと思います。そして投手有利なカウント時の非 OPS はわずかに4割2分3厘、ほとんど打たれていないので、カウント面で優位に立てていることも今季活躍できている一因かもしれません。ちなみに調べたところ、ウェインライトがここまで投手有利あるいは平行カウントの状況を作れている、裏を返せば打者有利な状況を作っていないのは2014年以来なようでして、この2014年のウェインライトはオールスター選出に加え、サイヤング賞投票でも3位に入ったりと大活躍した年になります。まあ、ピッチャーにとって基本的なことではあるんですが、ここからもやはりストライクをちゃんと取って自分に有利なカウントに持ち込むのがとても大事なんだなとよくわかりますね。ということで、今季このような形で活躍につなげているウェインライトですが、来季もこんな感じであればまだまだ第一線で活躍できそうですよね。個人的にウェインライトにぜひ達成してほしいと思っているのが通算200勝でして、今182勝まで来ていますので、今季もう2勝くらいプラスできれば来季の200勝達成も射程圏内と言えるでしょう。来季がウェインライトにとって最後の年となるかはまだわかりませんが、もし最後となるのであれば、モリーナと共にいい1年を送ってほしいですし、またずっと一緒のバッテリーとして戦ってきた2人が来季ウェインライト200勝という大きなマイルストーンを達成する瞬間というのもまた見てみたいですね。ウェインライトの大記録達成というところも来季の注目ポイントとなりそうです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。